こんばんは。今日は、前染めのスニッピングのショップのアップデートがありましたので、染めの宣伝というかお知らせをします。まず、お店には、5種類ね、新しく糸が追加されました。まず1種類目は、静音。はい、こちらです。この静音っていう糸になります。ちょっとね、電気が赤めだから赤っぽく見えてるかもしれないですけど、基本はちょっと白が基調なのかな？白いメリノウールに紫、ラベンダー、緑を混ぜ合わせた装飾になってます。紫を基調としたサリシルクをほんの少しブレンドしてあるので、ところどころネップのようにシルクが混じっています。とても穏やかな雰囲気で優しげな印象の毛糸という風になってて、まあ、こちらは、2カセセットになってますので、1個ずつのバラ売りはやってないので、ご注意ください。こちらセットになってます。じゃ次は、これにしようか。関東。はい、こちらは関東、寒い冬と書きます。はい。これも、今紹介してるやつは全部鉄麦糸になります。こちらは、グレーのメリノウールと紫、ラベンダー、サリシルクを混ぜ合わせた装飾です。紫を基調としたところ、サリシルクをほんの少しブレンドしているので、こちらもところどころ熱風のようにシルクが混じってます。冬の寒い空気感が伝わってくるような、まあ、クールな印象な糸となっております。確かに、かっこいい感じやんね。で、ちょっと、ネップみたいに、ところどころね、カラフルな色がちょっとずつね、これは映像じゃ見えないかもしれんけど、入ってて、ポイントになってます。はい。で、次は、マグカップ。はい、かわいいね。はい、こちら、マグカップという糸になります。なんか、ピンクっぽいのかな？ピンク。ピンク、ラベンダー、紫のメリノウールとサリシルクをグラデーションにして紡ぎ、ナチュラルベージュのコリデールと装飾にしております。可愛らしいけれど、個性的なピンク色になっています。ホットココアにとっても合いそうなので、マグカップという名前にしました。ほっこりと可愛い毛糸です。ね、ショールとかスヌード、ハンドウォーマーなどに、まあ、もちろん、まあ、編み込みにもとても良さそうですと。確かにココアカラーの毛糸と混ぜて使ってもすごくすご合ういいじ色ゃだない？と、ね、可愛くなる赤と思茶い色まといす。うか、まあ、茶色っぽい感じの糸と合わせたらめっちゃ可愛いと思う。で、次が、通りの神秘と憂鬱。はい。通りの神秘と憂鬱の細バージョン。これね、すごい変わった色してると思うんですけど、こちらはですね、ジェルジョデ・キリコっていう作家さんの、作家？ジョルジェ？ジョルジョやけど、ちょっとごめん、タイプあるな。ジョルジョデ・キリコの通りの神秘と憂鬱っていう絵画から結構インスピレーションを受けて、インスパイアされた、鉄麦糸になってます。白と黄色とエメラルドグリーン、それからブルーの羊毛を混ぜ合わせたものと濃いブラウンと装飾にしております。写真では黒っぽく見えちゃうんだそう、けど黒っね。ぽく見えるんだけど、実際はね、茶色なんだよね。濃い茶色やな。そう。で、まあ、コントラストがすごくあって、非常に目立つ糸となりますので、ぜひ差し色にね、使うのもいいかなと思います。個人的にヨーク周り、なんか首周り、こういうふうにさ、ああ、かっこいいそね。う、ヨーク周りをこれの色で、他はグレーとか黒とか茶色とかそういうのでやっても、青とかね、そういう感じにしたら可愛いと思う。じゃあ次は、同じや次つもも。ね、同じやつで、太いバージョンですね。なんかこっちの方が青が多いように見えるね。そうだね。そっちのはい。方がちょっと。こっちは3カセセットなのかな？そっちは3カセセットで。はい。これも、ジョルジョデ・キリコの、通りの神秘と憂鬱という絵画からインスパイアされたもので、はい。この、
ね、特にちょっと青が多めかなと思います、さっきも比べたらね、うん、すごい綺麗な糸となっております。首のねこのヨーク部分を編んだり差し色にとってもいいと思います。しかもねこれメリノールと、まあ、コリデールが混ざってて、すごく弾力もあります。はい、以上の1,2,3,4,5 5点か、5種類が今最新で今日アップデートされたばかりの糸たちになります。でそれぞれね今紹介したずつのセットになって、しかももう限定1個ずつとなっておりますので、もしぜひ興味あったらお店を見てください。概要欄にお店のリンクは貼っておきます。その他にもね、私が鉄麦したこういう小さいね糸、小さな糸屋さんっていうね、小さい糸もカラフルのね、こういったいろんな種類の糸も鉄麦糸も用意してありますので、ここにはね今日はちょっと全部は紹介しきれませんけど、すごい可愛い糸があるので、それも見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、本日のショップアップデートの紹介でした。よかったらぜひお店見て行ってもらったら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ、今日はこの辺にします。ご視聴ありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。